どうやら私たちが心配している問題はこれで全て解決できそうね。軍玉閣へようこそ。よかったです。どうしたらいいのか困っていたので。まさか本当にあなたが来てくださるなんて思ってもいませんでした。あまりにも急なことで。でも信頼できるあなたさえいてくれればきっと。ええ、簡単に言うと秘書の助っ人としてふさわしい人物を探していたの。誰が適任か長いこと話し合っていたのだけれど、あなた以上に納得のいく人物は出てこなかったわ。実は明日、私が最も信頼する3人の秘書が重要な競売を担当することになってね。でも彼女たちには普段の業務もあるし、それをないがしろにすることもできない。秘書の業務には部外秘の情報も多数含まれているわ。だから信用に足る人物で、かつ利害関係のないものにしか託すことができないの。そういうこと。この件について話し合ったところ、真っ先にあなたの名が上がったわ。共に過ごした時間はそう長くはないけれど、あなたなら私も安心できる。これは公にできないことだし、あなたにとってはただの雑用に過ぎない。手のかかる仕事な上にこれに費やす時間もそうないかもしれないけれど、そう思われる可能性があっても、私は一縷の望みをかけて旅人にお願いしてみたいと思った。あなたが来るまでの間、断られた時のことを想定して別の案を秘書たちと相談していたわ。でも妥当な代案は思いつきませんでした。今後はこのような事態に備えて、あらかじめ対策を考えておかなければなりませんね。こうしてまたあなたに借りを作ることになってしまったけれど、あなたが来てくれたおかげで私たちの切迫した状況は解決したわ。心配はいらないわ。スケジュールの調整や有用な情報の管理など、どれも基本的な仕事ばかりよ。いずれも冒険者にとっては必要な能力ね。仕事に関する質問は後ほどお答えしますね。秘書の業務は先ほどの事務処理に加えて、行幸様の衣食住の手配など、あらゆる需要に応える必要があります。そう難しく捉えないで。無理なことは言わないわ。あなたの判断と考えを十分に尊重するから。それじゃ執務室に行きましょう。詳しい仕事は百式が教えてくれるわ。かしこまりました、行幸様。では行きましょう。具体的な仕事内容を説明する前に、一番重要なことをお伝えしておかなければなりません。行幸様はリーユエ七世の一人であり、その一挙手一投足は何千人もの方が注目しています。行幸様のイメージを常に完璧なものに保つこと、それこそが何よりも重要なことです。そして私の普段の仕事は行幸様の最も頼れる後ろ盾となること。行幸様のイメージを保ちつつ、日々の悩みを解決するため手助けをしています。例えばスケジュールの調整、それから行幸様がお召しになる服を選んだり、着替えのお手伝いをしたり、香水をつけたり。 いえ、あなたの勘違いです。私はただこれらの仕事がいかに重要であるかを念入りに伝えようとしただけで。百式は仕事に対して常に熱心なの。与えられた仕事をいつも完璧にこなしてくれるから、私も安心して任せることができるわ。彼女が先ほど言ったことも、心の中にある熱い思いを
あなたに伝えたかったからでしょう。ありがとうございます、教皇様。話を戻して、もう少し実践的なことを紹介いたします。百行と百文。この二人が専門性の高い仕事をしているのに対し、私は主に教皇様のスケジュール管理や衣食住を担当しています。私がこれまでに培ってきた方法やコツをお教えしますので、あなたも問題なく仕事ができるはずです。さすが噂に名高い旅人さん。それでは面倒な教えは省きましょう。早速あなたにお任せしたいと思います。現在まだ予定に組み込まれていない案件が133件あります。そのうち17件が比較的重要な案件です。これでも事前に整理をした状態なんですよ。ただ時間が限られていたので細かく整理することはできませんでしたが、重要な案件は順番に説明しますので、わからないことがあれば遠慮なく聞いてください。まずリーユエ八門の代表者との定例会議です。その後税法改正についての意見募集を行います。続いて国政様と土地取引の期限問題について意見交換、それから各省会の会議への出席、その次は もちろんです。このような仕事をやったことない方はスケジュールに優先順位をつければいいだけのように思われるかもしれません。ですがそんな浅い考えで務まるような仕事ではないのが実際のところです。各所へ移動する際の効率を考慮したり、不測の事態に備えたりしておく必要もあります。またそういった事態に対して有効な手段を講じるには、それに関する豊富な知識を持ち合わせてなければなりません。先ほど挙げたものの中に何か不安に感じた内容はありましたか？それでは説明を続けます。ただあまり時間がありません。まだまだ説明しなければならないこともありますし、あなたが行幸様のスケジュールを整理する時間も残さないと。もう理解したのですか？さすがですね。私が想定していた中で最も効率の良い結果です。それじゃ明日のスケジュールはお願いね。ええ、協力感謝するわ。ではここはあなたに任せるわね。私は残っている仕事を片付けてくるから、何か不明な点があったら百式に聞いてちょうだい。いってらっしゃいませ、行幸様。このようなスケジュールではあまりにものんびりしすぎているのではないでしょうか。確かに行幸様は忙しく、正直なところそんなに休む機会もありません。もちろん私たちも行幸様の健康は心配しています。ですがあの方の性格上、休むことでその分モラが減ると考えていらっしゃる限り、休暇を取ることに賛同はしないでしょう。それがあなたの考えですか。なるほど、このようなスケジュールを組んだのにも納得です。それではあなたが決めた通りにやってみてください。私もこれ以上は何も言いません。それに行幸様もあなたとお話ししたいことがたくさんあるはずでしょうし、私はまだ競売に関する重要な仕事が残っていますので、これで失礼させていただきます。私もそう願っています。お疲れ様でした。今日は早くお休みになってください。
に入りなさい。君が病気になって体。早く。視界が開けたわね。わかってるわ。もう起きてるわよ。少し待っててちょうだい。今着替えるから。おはよう。昨日はゆっくり休めたかしら。あら、偶然ね。私もよ。夜も眠れず何度も寝返りを。なんて。こんな返事をあなたは期待していたのかしら。それじゃ今日はまず何をするのかしら。なるほど、このスケジュール、客式の予想をはるかに超えたものだったでしょうね。そうね、たまには趣向を変えてみるのも悪くないわ。普段はあまりにも予定がぎっしりと詰まっている。うまくやりくりして時間を空けたとしても、今後の準備のために費やしてきたわ。息抜きできる機会があるのならそれに越したことはない。モラの収益を見るだけで疲れが吹き飛ぶのよ。でもあなたの考えも一理あるわ。モラは私の精神を癒すことができても、肉体を癒すことはできない。それで今日の休みについて何か考えはあるのかしら。やる機会がなかったこと。面白いわね。この質問に答える前に、なぜあなたがそう思ったのか教えてくれないかしら。普通の人ならモラがあればどんな機会だって手に入るはずでしょ。その通りよ。そしてこれこそ私があなたを高く買っている理由でもあるわ。あなたには一目でいろんなことを見抜く力がある。少しわがままな考えかもしれないけれど、それでも構わないかしら。ありがとう。じゃあ言うわよ。私はリーウェ七世になる前の人生をもう一度体験したい。私は裕福な家庭に生まれたわけじゃないの。今あなたが目にしている私の財産はすべて一つの魚かごから始まったのよ。私のこと金のスプーンを使って育ってきた人だと思っていたのかしら。魚を取る以外にも、あなたが聞いて驚くような様々な雑用をしてきたわ。かつて私に仕事を斡旋したことを今でも自らの経歴として話す年配の方がたくさんいるわね。あの頃は毎日が大変だったけれど、明確な目標もあってやる気に満ち溢れていた。午前中にモラを稼がなければ昼食にすらありつけない状況だったわ。私のモラに対する執念もその時に形成されたのかもね。あの頃の生活をもう一度体験して過去の熱意を思い出したいの。どう？付き合ってくれるかしら。それじゃルールを決めるわね。当分の間リーウェ校で私やあなたの身分、それから評判を利用するのは禁止よ。もちろん元でもなし。それでモラがどれだけ手に入るか試してみましょう。言いたいことはわかるわ。モラへの理解を生かして
それに関する場所で稼ごうという考えよね。だけど北国銀行は少々特殊なところよ。彼らが歓迎してくれるとは思えないわ。ねえ、それにまあいいわ、あなたにも見せてあげる。そう時間もかからないでしょうから。彼らはきっと今でも私のことを恨んでいるでしょうね。行幸様、またファデュイを困らせに来たのでしょうか。失礼ですが、公的な圧力を銀行にかけられますと取引が滞ってしまいます。仮にそうだとしても、そこまで敵意を持つ必要はないんじゃないかしら。もし私が商売の話をしに来たと言ったら、あなたはどうする？受けるかしら、それとも断る？それは内容によりますし、私一人で決められることではありません。それに、あなたがここに来た理由が本当にビジネスなのかどうかは誰にも分かりませんので。また以前のように私たちに多額の損失を与えるようでしたら、ここにいる人では誰も責任を負えません。包み隠すことなく本音を言うのね。悪くないわ。では行きましょう、旅人。これ以上は時間の無駄よ。予想通りの態度ね。今なら私の言ったことも理解できるんじゃないかしら。当然よ、スネージナヤとの外交関係は保たれているけれど、賠償金については彼らにきちんと請求をしたから。そしてその賠償金は北国銀行が支払っているの。だから今でも私を警戒しているというわけよ。ええ、完全に同じというわけではないけど、ほぼそれに近いわね。もし旅の途中他の国でも彼らを見かけたら、単なる商業組織だと思わず警戒するのよ。気にする必要はないわ。もとより私の意図は、あの戦いにより残された影響をあなたに見せることだったのだから。さて、真面目な話はここまでにして、そろそろ楽しいゲームの時間に戻りましょう。言われてみれば誰かに見られているような気がするわね。彼らは一体何を企んでいるのかしら。ええ、私も同じことを考えていたわ。でも迂闊に行動して気づかれてしまったら、反撃の機会を失ってしまう。まずは気づいていないふりをして尾行相手を特定しましょう。それから人気のないところに誘い込み、感づかれる前に捕らえるのが得策よ。さ、いつも通り歩きましょう。相手に気づかれないようにね。
冒険者協会に入会を。とっても面白いよ。ジュエリーは品切れ中だが、珍しいものもあるよ。今年の料理を決定で、一番人気なのはやはりユエサイだ。そんなこと。ある程度見当がついたわ。ここは人の往来が決して少なくはないけど、よく観察すると私たちのことを見ているのはたった数人しかいないわ。今のところまだ確定はできないけどね。そうね、私たちがこのまま歩いていればその人も必ずついてくるでしょう。だいぶ絞れたわね。けれど完全に確信が持てるまでは慎重に行動しないと。もう少し時間をかけて相手を絞りましょう。そろそろ答えが出せそうね。あの人の視線に入らないよう回り込み、こっそりと近づきましょう。相手を間違えないでね。でないとこれまでの努力が無駄になってしまうから。お前たち何をする？陰でこそこそと。まさか私たちが気づいていないとでも思ったのかしら。何なんだ？俺は何もしてないぞ。北国銀行が何をしようとしているのか、あなたにいくら支払ったのか知らないけど、一つ取引をしましょう。あなたが協力的であれば、その後の調査であなたの責任を一部免除することを約束してあげるわ。それは。それとも何が起ころうとも、北国銀行が自分のことを見捨てないとでも思っているのかしら。私が取引を撤回する前にきちんと損得を計算して答えを出した方がいいわよ。申し訳ございません、行幸様。俺が受けた任務はただあなたを尾行することだけです。急にあなたが北国銀行にいらしたので、何か特別な意図があったんじゃないかとみんなそう思ったんです。しかしあの短い会話の中で本当の意図を理解できた者はいませんでした。だからこそ油断してはいけないと思い、この件をはっきりさせたかったんです。じゃないと安心できませんから。いくら私が怖いからといって、この反応はあまりにも大げさなんじゃないかしら。隠そうとしたせいでかえって露見してしまったわね。きっと表にはできないことを陰でしているのでしょう。あの雰囲気をあなたに味わってもらうため連れて行っただけなのに、まさか獲物が釣れるなんて。それであなた以外にも私たちを尾行している者がいるはずよね。ええ、彼らはもうこの状況を見て報告をしに先に戻りました。
だったら私たちもゆっくりしていられないわ。彼らに時間を与えてしまえば、調査で得られる手がかりも減ってしまう。時間がないわ。臨機応変に行きましょう。この人も連れて行くわよ。逃がさないようにしてちょうだい。行幸は何も企んでいないということですか？ありえません。何か企んでない限り私たちのところに来るはずがない。もう一度調べて必ず彼女の真意をはっきりさせなさい。ずいぶんと賑やかね。会議でもしているのかしら？ついてない。会議の内容は私が聞いちゃいけないことだったようね。なら話が早いわ。やっぱり調査しに来たんですね。一体どこで耳にしたんですか？そんなのはさまつなことよ。重要なのは私たちが来た意図も分からず、何人もの人を使って密かに私たちを尾行したこと。 B 上にはここには銀300両はないという言葉があるの。隠そうとしてかえってバレてしまうという意味よ。正直に白状なさい。私はリーユエコーで行われる不正な経営を決して見逃しはしないわ。この人に調査させたら、たとえ白でも黒になってしまう。そこまで言うのなら厳正な手順にのっとって行いましょう。もし規則を守らないのであれば、たとえリーユエ七世であっても北国銀行はそれを拒否することができます。いいわ。それならじっくりと時間をかけて、おとなしく全てを吐き出させてあげる。わかってるわ。もう起きてるわよ。少し待っててちょうだい。今着替えるから。おはよう。昨日はゆっくり休めたかしら？大丈夫よ。昨日手配したように一件ずつ処理すればいいだけだから。それじゃ今日はまず何をするのかしら？なるほど。このスケジュール、客式の予想をはるかに超えたものだったでしょうね。そうね。たまには趣向を変えてみるのも悪くないわ。普段はあまりにも予定がぎっしりと詰まっている。うまくやりくりして時間を空けたとしても、今後の準備のために費やしてきたわ。息抜きできる機会があるのならそれに越したことはない。モラの収益を見るだけで。でも、それで
時間がなくてできなかったことね。そうだ、私の作った木々を知っているかしら。やったことはある？ええ、伝統的な木々のルールを再構築して作り直したものよ。設計するにあたり、娯楽としての側面に加え、リーウェの特徴も忠実に再現したいと私は考えたわ。伝統的な木々にはない概念を数多く導入し、それぞれの駒や盤面の違いを表現しているの。今でも改訂や内容の追加をしているわ。初版から数えて今ではもう30以上の修正版が出ているわね。ええ、そのせいもあってこの木々はあまり普及していないのよ。だけど私は難度を下げることを一度もいいと考えたことはないわ。複雑なルールの中、それを学びながら前へ進むことこそ木々の醍醐味の一つだと思わない？木々を知らない人が一目見て興味を持つような内容を作るべきだと思うの。そこで先の対戦を参考にし、新しい盤面と駒を作ろうと考えているわ。一方はリーウェ公の守護者を、もう一方はファデュイとオセルを演じるの。ええ、もちろん。完成したら必ずあなたに声をかけるわ。ぜひ体験してみてちょうだい。まずリーウェ千年のすべての駒を本来の姿に近い形で再現したいと思っているわ。そしてリーウェ公の守護者陣営はあなたなしでは語れない。そうでしょ？そうよ。でも一つだけじゃなく、もっとたくさん作るの。私の考えでは、この木々を予約する際に全額支払った人だけがあなたという駒を手に入れられるようにするつもりよ。このような設計であってこそあなたという身分にふさわしいと思わない？あなたはあの歴史を最も代表する人物。もちろん関わった全ての人を駒にするつもりよ。私も含めてね。そうすることでこの木々は生きた歴史を内包することになるわ。じゃあ決まりね。私と一緒に来てちょうだい。駒を作るにはその基本となる情報が必要よ。さんと旅人さんやあらへんか。知り合いなの？そない水臭いこと言わんといてよ。あん時うちは自分の一番大切なもんをあんたに教えたっていうのに、あんたのその態度白状っちゅうんやで。今日も機嫌が良さそうね。いつものように特別なことは何もあらへんかったけど、お二人の姿を見ることができて少し元気が出たんよ。冗談はさておき、今日は何の用やろか。以前駒を作る話はしたわよね。今日は彼の採寸をお願いしたいの。職業について語る前に、うちは一人の女の子なんよ。以前うちから高校の作り方を教わったやろ。あれかてうちの本職とはちゃう。女の子が若き日々を愛し裁縫に長けているんはおかしいことの？ウグイスさんの腕はリーウェの有名な裁縫師たちにも決して劣らないの。私も何度か依頼させてもらったことがあるのよ。あ、
そういうことやったん？旅人さんの言う通りや。すんまへん。言葉の裏の意味を理解できてへんかった。うちが悪かったわ。道具は部屋にあるさかい。好きに使うてや。うちのような陶磁器をなりわいにするものは、いつものように外で商売をしとるさかい。それって私にやらせるということかしら。旅人さんが言いたかったんはそういうことやろ。冗談や冗談。うちはただお二人がこれ以上あらへんほどお似合いやったからついからかってもうただけや。ほら中へどうぞ。あんたの体をじっくりと見てあげるさかい。今後街で変な噂を耳にしたら真っ先にあなたを疑うことにするわ。それは旅人さんのことを言うてるんやろか、それとも駒のことやろか。うちにはようわからへんわ。どちらもよ。大丈夫、言ってはいけない冗談くらい理解しとるよ。秘密は秘密であるからこそ味が出るんや。誤解を招くような表現はやめてほしいわ。まあいい、行きましょう。また春光用に遊びに来てな。あなたを彼女の元に連れて行ったのを少し後悔しているわ。私は別に構わないけれど、あなたが気まずく感じていたら申し訳ないわ。さて採寸も終わったし、明星祭で作ってもらいましょう。ようこそお越しくださいました、行幸様。本日はどのようなご用件でしょう。この前駒を作る話はしたわよね。旅人の寸法を測ってきたから、これで作業を進めてほしいの。かしこまりました、確認させていただきます。はい、問題ありません。必要な情報は揃っていますので、後で職人に手配します。ええ、それと以前言ったように最も優れた材料を全体に使ってちょうだい。かしこまりました。行幸様のご要望であれば全力でお答えいたします。ですが友人としての立場から言うと、想定している販売価格では元本を取り戻せるかも分かりません。製造費だけでなく、良質な原材料は入荷を待つ必要があり、それによって工期も伸びるため生産量が限られてきます。大丈夫よ、もともと利益を得るためにやっているわけじゃないから。これまでの木々は多かれ少なかれ商業的で、普及することを考慮してきたものだった。でも今回は記念という側面の方が強いの。それにほら、軍玉閣の駒の試作品もすでに長い時間をかけているけれど、一度も催促していないでしょ。そうよ、あなたの駒と同じように軍玉閣も駒として登場するわ。しかも大きさもある程度確保してね。そうですね、それに利益のためじゃないなんて言葉がまさか行幸様の口から出てくるとは、なんというか普段の印象とは全く違います。商売の話をする上では必ず損益という言葉が出てくる。常に合理的な判断をする。そうすることで精明な取引を行えるわ。けどあまりにも合理的すぎる。他人からは金儲けのことしか考えていない人間味のない人物だと思われてしまう。確かに仕方のないことだけど、実際に取引する中で多くの抵抗を感じてきたわ。例えば同じ取引条件だったとしても、私への反感から商品を他に売られたことがあるわ。また投資に関しても
明らかに私の方がいい条件を提示しているにもかかわらず、相手から不信感を持たれてしまうこともあった。行幸はきっと何かを企んでいるに違いない。そうはさせるものかってね。そうだったんですね。けどオセルとの戦い以降、こういった状況にはほとんど遭遇しなくなったわ。なぜなら、私が自分の軍玉核を壊したことをリーユへの誰もが目の当たりにしたから。これが私の出せる最も適切な答えよ。なるほど。行幸様が言いたいのは、あの時軍玉核を失いはしたものの、その代わりとしていい印象を得ることができたということですね。利益を求めずに駒を作るのも、行幸様がリーユエコーに貢献したことを記念したかったからというわけですか。軍玉核を落とし、リーユエを守った。この取引の影響が続く限り、きっと今後の商売もうまくいくことでしょうね。ええ、その通りよ。よく言ってくれたわ。さすが行幸様、まさに我々商人にとって最高のお手本です。これで理解できました。確かにこの駒はたとえ利益が出なくとも丁寧に作るべきですね。それじゃ引き続き作成をお願いね。それと旅人を参考にして駒を作るというのを忘れないで。彼を失望させてはダメよ。最善を尽くしますので、ご安心を。さて、これで一段落ついたわね。一度軍玉閣に戻りましょう。まだあなたに話したいことがあるの。一つ質問してもいいかしら。あなたの本音を聞かせてちょうだい。その代わり、私も本音であなたに答えるわ。明星祭で話したけれど、私は軍玉閣を落とすと決めた時、すでにその取引の損得を計算していた。あなたの目には利益しか考えていない薄情な商人として映ったかしら。ねえ、私からすれば、あの時点で軍玉閣を放棄することはもう決まっていたようなものなの。損失を取り戻すというより、精神的な慰めと言った方がいいかもしれないわね。正規の前で私は嘘をついてしまったわ。軍玉閣を落とすと決めた時、実はそこまで考えていたわけじゃなかったの。ただこれは自分のやるべきことであり、自分にしかできないことだと思っただけだった。私の財産はリーユエコーがもたらすもの。それを失うことは全てを失うことに等しい。だから軍玉閣を手放すことも長期的な投資として有益だと、私はそう自分を慰めたわ。だけどそれで苦しみが和らぐことはなかった。心に大きな穴が開いてしまったように感じたわ。だって私が手放したのは私の旧友なのだから。あの海をどれほど呆然と眺めていたことか。心が張り裂けそうになるほど耐え難い出来事だった。でも自分を慰めたとして一体何の役に立つというの。その後、たくさんの方から手紙やお礼の言葉をもらったわ。彼らは皆、私に対する考えが変わったと。私が彼らの道を照らす光になったと言ってくれた。私は、リーユエコーの安寧と引き換えに、ためらうことなく軍玉閣を手放した。だから彼らも私と同じように決意し、前へ進むことができたのだと言っていたわ。その言葉を聞いて私は救われた。
私の旧友の犠牲は意味のあるものだったと思えた。別れを惜しみ悲しみに暮れている行幸様では説得力に欠けてしまうわ。このような本当の私はあなたにしか打ち明けることができないの。私は皆が想像するほど強い人間にはなれないのかもしれないわね。慰めてくれてありがとう。口に出したら気持ちが楽になったわ。ごめんなさいね、見苦しいところを見せてしまって。こうして再び軍玉閣の外に立ち目の前の景色を見ることができたのも運命からのお返しだと私は思っているの。もし次があるなら、いえ次も必要であれば、その時も私の決断が変わることはないわ。視界が開けたわね。わかってるわ。もう起きてるわよ。少し待っててちょうだい。今着替えるから。おはよう。昨日はゆっくり休めたかしら。それはよかったわ。慣れないことをお願いしたから心配していたのよ。それじゃ今日はまず何をするのかしら。なるほど、このスケジュール客式の予想をはるかに超えたものだったでしょうね。そうね、たまには趣向を変えてみるのも悪くないわ。普段はあまりにも予定がぎっしりと詰まっている。息抜きできる機会があるのならモラの週でも。あなた、それでやる機会がなかったこと、面白いわね。普通の人ならモラがあればどんな機会だって手に入るはずでしょ。その通りよ。そしてこれこそ私があなたを高く買っている理由でもあるわ。あなたには一目でいろんなことを見抜く力がある。少しわがままな考えかもしれないけれど、それでも構わないかしら。ありがとう。じゃあ言うわよ。私はリーウェ七世になる前の人生をもう一度体験したい。私は裕福な家庭に生まれたわけじゃないの。今あなたが目に魚を取る、かつて私に仕事を斡旋したことを今でも自らの、あの頃は毎日が大変だったけれど明確な目標もあってやる気に満ち溢れていた。午前中にモラを稼がなければ昼食にすらありつけない。あの頃の生活をどう？付き合ってくれるかしら。それじゃルールを決めるわね。当分の間リーウェ校で私、それでモラがどれだけ、ええ、でもただ働くだけじゃ少しつまらないかもしれないわね。港の埠頭に行ってみない？あそこは定期的に不用品や廃棄物を整理しているの。その中からモラに変えられるものを見つけられるかもしれないわ。大丈夫、心配しないで。これこそがこのゲームの面白いところなんだから。さあ埠頭に行きましょう。
陽子様、俺に何か用ですか？倉庫内の貨物の状態を確認するのでしょうか？少々お待ちを。何も知らされていなかったもので、すぐに書類を持ってきます。ここでお待ちください。焦る必要も慌てる必要もないわ。私たちは検査に来たわけじゃないのだから。ではまさか俺に何か？問題は何も起こしてないはずですが。ええ、それなら規定通りに行いましたよ。お知らせも貼りましたし、通知もきちんと済ませました。もともと厄介な問題ではありましたが、努力した甲斐もあり、大量にあった廃棄物も半分以下に減りました。俺にも分かりません。具体的な理由に関しては人によるでしょうね。ただ倉庫の場合、状況は限られています。例えば持ち主の分からない貨物、保管費の長期滞納、破損などが原因ですね。この破損というのも、保管に何か問題があったからではなく、もともと腐りやすかった品であったためです。長期間そういった品を倉庫に置いておくと、他の貨物の品質に影響を与えてしまいますし、匂いもかなりひどく。最近そういったものを整理したことはあるかしら？見せてほしいのだけど。それがあいにく大きいのはつい先ほど処分してしまったところでして。ですが大丈夫です、行幸様、どうかご心配なく。検査をしたいのでしたら今すぐ小さな貨物を持ってきますので。あ、待って。状況をちゃんと把握していなさそうね。いや、行幸様、一覧表の通りに、また少し貨物を整理しました。確認お願いします。しけってしまった食品、片方だけの靴、割れた鏡、木製の小さなおもちゃ。一つ前の整理に間に合っていればよかったのだけど、今はもう他に選択の余地はなさそうね。全く使うことのできないものを除けば、まだ価値のあるものもいくつか残っているわ。例えばこのおもちゃ、良質な木材を使用しているわね。分解して再利用すれば、何か小さな日用品を作ることができるはずよ。え、これが欲しいんですか？もちろん構いません、ご自由にどうぞ。どうせ誰も必要としない、捨てるものですから。よかった、うまくいったわね。ええ、それが終わり次第商人に値段を見積もってもらいましょう。よくわからんが、詳しいことは聞かないでおこう。当店へようこそ。行幸様、本日は何をお求めでしょう？今日は少し特殊な用事で来たの。何かを買うのではなく、ある品を見てもらうためにね。私に品を見てもらう？わかりました、とりあえず見せてください。買い取りは可能です。原料としてうちの常連さんに連絡すればすぐに売れると思います。ただどうしたの？厳しいと思うのなら無理をする必要はないわ。いえいえ、そういう類の心配ではなく、そのとりあえず値段の話をしましょう。これらのものでしたら、そうですね、15万もらでどうでしょう？そうね、まあまあ、値段は交渉次第で変わりますので、どうか焦らずに。
もし行幸様が想定されていた価格とかけ離れておりましたら、もう少し上げることも可能です。すべては交渉次第、何も問題はありません。あなたはどう思う？ええ、これらの市場価格はせいぜい数千モラだわ。え、まさか行幸様本当に物を売りに来ただけなのですか？ましてやこのようなものを。私はてっきり売りに来たのは調査のためかと。そうね、このままではダメね。やり方を変えましょう。リーウェ港にいる限りこのような誤解は続くわ。私が行幸じゃなかったら剣山も融通を聞かせてくれなかっただろうし、博来も買い取ろうとは思わなかったでしょう。正直に言うとその通りです。これでは最初に決めたルールに反してしまうわ。そうね。じゃあ冒険者がモラを稼ぐには冒険者協会から報酬を得る以外にどんな方法があるのかしら。いいわよ、構わないわ。行ってみましょう。案内お願いできるかしら。行ってらっしゃいませ。ここね。さあ行きましょう。諦めなさい。こんな風に体を動かすのは久しぶりだわ。自分の手で富を蓄えていくこの感覚、相も変わらず魅力的なものね。いいえ、決して悪くないわ。それに何事も積み重ねが大事なのよ。そうすることで量から質へと変化していく。何しろ資本金もなくゼロから積み立てているのだもの。苦労するのは当然だわ。それに金額の大小に関係なく、モラを見ただけで私は元気が出るの。ええ、休む気はないわよ。次はもっと難しいことに挑戦してみましょう。無駄な努力をやめてね。なかなかの収穫ね。気分がいいわ。お褒めいただき光栄だわ。けどあなたのようなプロの冒険者とは比べ物にならないでしょうね。私にとって戦いは体の調子を整え
余分な力を発散させるための鍛錬に過ぎないわ。もちろんまだよ。もっと稼がないとね。ん？見て、あの穴何かしら。そう、なるほどね。あれを追いかけて捕まえればモラが手に入るのかしら。そのからかい方、まさか北斗から学んだのかしら。今は機嫌がいいから見逃してあげる。さあ、宝刀イタチを追いかけましょう。捕まえましょう。ドドン。魚を取るよりもこいつを捕まえる方が難しいわね。でもやっと捕まえた。収穫があって何よりだわ。そうね、ざっと1000もらってとこかしら。この程度の元手ではまだまともな商売はできないわね。もっと頑張らないと。そう言われると急にお腹が空いてきたわね。さっきはずっと気持ちが高ぶっていたから全く気づかなかったけど、防除旅館はすぐそこね。ただ私もそう思うわ。苦労して手に入れたモラを豪勢な食事に変えてしまうなんて私は嫌よ。そうね、この機会に私のかつての腕をあなたに見せてあげる。今回のルールでは、たとえあなたが釣り竿を持っていたとしてもそれの使用は禁止されているわ。私が言いたかったのは素手で魚を捕ることよ。さあ、川へ行って魚の様子を見てみましょう。本当の僕、逃げ道はありません。これだけあれば十分ね。上がって焼き魚の準備をしましょう。さあ、私の料理の腕を味わってみて。簡単な下ごしらえをすれば、何も味付けしなくてもこうして焼くだけで美味しく食べることができるの。それとわざと焦げ目をつけて焼いたわ。個人的にその方が好みだから。普段は私がこういう料理を味わいたいとき、特別な指示を出さないといけないのよね。いいのよ、大したことじゃないから。あの頃、仕事が終わって急いで家へ帰ると、私は家事を片付け、夜には家族と一緒に屋台を出していたわ。家事を手際よくこなしていたから、よく母に褒められたのを覚えてる。だから、私が家を出て商売を始めようとした時、母から、家の手伝いをするのも悪くない。危ない橋を渡る必要はないと言われたわ。もしかすると万民堂の横で台車を引いてチコ魚焼きを売っている私の姿を見られたかもしれないわね。子供の頃の記憶は私に大きな影響を与えたわ。だから私は魚に対して特別な感情を持っているの。水の制限を受けてなお自由であり、
泳ぎ回っては決して止まることを知らず。ええ、今回あなたと一緒に冒険者の生活を体験できてとても楽しかったわ。過去の苦難を振り返ることで目の前の、そしてこの先の挑戦に立ち向かうことができる。それは期待する価値がありそうね。でも私は焼き魚にうるさいの。そう簡単には満足させられないわよ。具体的な仕事内容を説明する前に一番重要なことをお伝えしておかなければなりません。行幸様はリーユエ七世の一人であり、その一挙手一投足は、そして例えばスケジュールの調整、それから行幸いえあなたの勘違いです。私はただこれらの仕事がいかに重要であるかを念入りに伝えようとしただけで。百式は仕事に対して常に熱心なの。与える、彼女が先ほど言ったことも。ありがとうございます。百行と百文、この二人が専門性の、私がこれまでに培ってきた方法や、さすが噂に、現在まだ予定に組み、これでも重要な案件、まず続いてその次は、はい、もちろん各所へ移動する。また先ほど挙げたものの中に何か不安に感じた内容はありましたか？それでは説明を続けます。ただ、もう理解したのですか？さすがですね。それじゃ、明日のスケジュールはお願いに。ええ、協力感謝するわ。何か不明な点があったら。いってらっしゃいませ。はい、優先度と時間効率の両方を考慮できていますね。無駄もなく計画性もあり、注意すべき点も抑えてある。とてもよくできていると思います。どうやらあなたには才能があるようですね。さて、それでは明日の朝、行幸様がお目覚めになる前に軍玉閣へお越しください。スケジュール通りに一日が進むよう準備をお願いします。あなたがいれば私たちも安心して競売の仕事に専念することができそうです。私もそう願っています。お疲れ様でした。今日は早くお休みになってください。それ you
貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。わかってるわ。もう起きてるわよ。少し待っててちょうだい。今着替えるから。おはよう。昨日はゆっくり休めたかしら。あら偶然ね。私もよ。それじゃまずは、ああ思い出したわ。これは入念に準備しないといけないわね。いえ、会ったことのない方よ。今日の昼食で初めて会うことになるわ。彼女は私の時間を高額で買ってくれたの。だから当然私も誠意を持って対応しなければならない。そうしないとルリ亭で昼食をいただくだけで何千万ものモラを使ったことになるわ。そんなの。そうよ。でもたとえこのように高額なモラを支払うことになっても、私と昼食を共にしたいという人は減ることがない。先に言っておくけれど、私は値段について何も関与していないわよ。これほど高額になるなんて、私も少し驚いてるくらいなんだから。私にとってこういった昼食会よりも時間の方が貴重なもの。だからこのような方法を思いついた時に、一番高い値をつけた人がこの権利を得るというルールを設けたの。その後それは次第に多額な利益を生む商品へと変わっていったわ。まさにその通り。このような機会を買う人の多くは、その権利を入手するのに使ったモラを後で倍にして取り返せると思っている商人たちよ。複雑な市場で利益を得るためには自身の洞察力と先見性が重要になるわ。私は自分の理解の一部を他の人に共有しているだけ。その理解が実際にどれだけの価値のモラになるかは、人によって捉え方が違うから一概には測りかねるけどね。あなたはとても幸運よ。この昼食会の会話を一銭も払うことなく聞くことができるのだから。大商人の手にかかれば、このような情報は数千万もの価値になることがあるわ。そう固くなる必要はないわ。出発の前にまずは朝食をいただきましょう。これらの朝食もすべてあなたが用意したの？なるほど、そういうことね。とりあえず座って、軍玉閣の料理人の腕前を味わってみてちょうだい。あまり時間を置きすぎると味も落ちてしまうわ。どう？お口に合ったかしら。このあと昼食会があるのも忘れないようにね。今食べ過ぎるとさらに美味しいものを食べられなくなってしまうわよ。でも私の思考を気に入ってくれたことは素直に嬉しいわ。たまにね。大抵はみんな仕事に追われているから、一緒にゆっくりお茶を飲んだり朝食をとったりする時間はあまりないの。普段の朝食もここまで手の込んだ豪華なものではないわ。だから今日ここに来た時少し驚いたのよ。てっきりあなたが自分で料理して私のために多めに作ってくれたのかと思ったわ。冗談よ。普段より多く手配されている分は、客式が昨日準備してくれたものみたいね。面倒な仕事だと分かっていながら、それでも引き受けて尽力してくれるなんて。秘書たちも私も、あなたにとても感謝しているわ。ここでの食事が、
私からのささやかなお返しになるといいのだけれど。朝食は一日の状態を左右するわ。だから決してないがしろにしてはいけないの。朝起きて食事をただの反復作業だと感じるようになったら、何もしないうちから疲れるようになってしまうわ。さて、食べ終わったようね。そろそろ瑠璃邸に向かいましょう。でもその前にまだ準備しなきゃならないことがあるの。私の服を部屋まで持ってきてもらえないかしら。服を着替えれば気分も変わるわ。着替えた後の私を見たら、きっと印象もまた違ったものになるかもしれないわよ。服の準備はランヨーに頼んであるわ。彼女のところで受け取ってきてくれるかしら。それじゃお願いね。私は先に部屋に戻っているから。早く。こんにちは。何かご用ですか？あ、はい、お聞きしております。すぐにお持ちしますので少々お待ちください。こちらになります。行幸様にお渡しください。この部屋には衣服だけでなく、あらゆる種類の工芸品や玉器など収蔵品がたくさんあるんです。その上、最近は行幸様の意向で室内の配置替えを行っており、部屋が少々散らかっております。ですので部屋の中を行き来するのも大変な状況でして。それではこちらの服はあなたにお任せしますね。服は持ってきたかしら？そう、この服よ。少し待っててちょうだい。これは新しく注文して作った霊装で、私もとても気に入っているの。どう？単刀直入にあなたの第一印象を教えてもらえるかしら。はあ、ありがとう。実は少し緊張していたの。あなたにそう言ってもらえて私も自信がついたわ。こんな時に冗談を言うなんて、先ほどあなたに言われたことを真に受けていいのか悩んでしまうわ。まさかあなたにそんな意地悪な一面があったなんてね。それでは早速瑠璃邸に向かいましょう。すでに準備は整っております。ごゆっくりどうぞ。行幸様。ごめんなさい。お待たせしてしまったわね。いえいえ、とんでもございません。行幸様は毎日膨大な量の仕事をされております。わざわざ時間を割いていただいただけでも非常にありがたいことです。ではお互い遠慮せず、もっと自然に話しましょう。こちらは旅人。彼の名は聞いたことがあるわよね。今日ちょうど彼がリーウェコーに来ていたから一緒に来るよう誘ったの。彼と食事しながら会話するのもとても貴重な機会だと思うわよ。彼も同席させて構わないかしら？もちろん歓迎いたします。むしろ
思いがけない幸運です。まさかあの有名な旅人さんがいらっしゃるとは。かねてよりずっとあなたのご活躍に興味がありまして、お聞きしたいことが山ほどあるんです。あ、つい興奮を。失礼しました。まずは自己紹介からですよね。私は羅光と申します。布地を主に扱う商人です。ただ最近他の商品も扱ってみたいと考えております。そこで行幸様の経験則をお聞きしたいと思っていたのです。しかしこのような予期せぬ収穫を得られるとは思いもしませんでした。どうやら噂は本当のようですね。噂？それはどういったものかしら。もちろんそちらの旅人さんと行幸様の関係がただならぬものだということですよ。お二方ともそういった噂を聞いたことないのですか。行幸様の行動には何千万人もの人が注目しています。ですから必然的にその人間関係にも注目が集まっているんです。お二方の関係が特別でない限り、リーユエコーに来たことを知ってすぐ食事に誘ったりはしませんよね。面白い噂ね。見ての通り、私たちの間に問題となるようなことは一切ないわ。この旅人はリーユエコーの英雄であり、現在の繁栄に貢献をした人物。またリーユエ七世という後人の立場を抜きにしても、個人的に私は彼のことを高く評価しているの。もちろん問題など何もありません。ただ行幸様の周りにあの船長以外にも面白い人物が増えたと思いまして。旅人と彼女を一緒にしないでほしいわ。北斗がリーユエコーに戻ってくるたび、私は頭を抱えているんだから。彼女のせいで何度千載一遇の投資機会を逃したことか。時折わざとやっているのじゃないかと疑ってしまうほどよ。投資というのは最近流行りの発酵水のことでしょうか。いいえ、他の商品よ。発酵水に関しては誰かが商品を買うように煽っているだけね。しかしフォンテーヌには発酵水を大量に使用する画期的な技術があると聞きましたが。本当に儲かるのであれば、それを知っている人は少ない方がいい。あのように大々的に宣伝する道理もないでしょ。それに先日秘書に調べさせたところ、発酵水の価格がその加工品のもたらす利益をはるかに上回っていることが分かったわ。だからこの投資には気をつけた方がいいわね。なるほど。実はもともとこの商品の将来性を行幸様にお伺いしようと思っていたんです。私の考えだと、この商品に対して下心を持つ者がたくさんいるわ。近い将来多大なリスクを負うことになるでしょうね。未来とは非常に不透明なもの。今あなたが手にしているモラは一枚一枚コツコツと稼いできたものよ。それを使う時には稼いだ時と同じように慎重にならなければならないわ。あなたもそう思いますか。はい、わかりました。あなたたちがそうおっしゃるのであれば、私も慎重にことに当たりたいと思います。ひとまず今回は見送って別の商品へと投資した方が良さそうですね。行幸様、本日は貴重なお時間を割いていただきありがとうございました。心の中にあったもやがすべて晴れました。ええ、お役に立てて何よりだわ。なぜ行幸様がリーユエコーで最も成功した商人になれたのかを今ようやく理解できました。頭脳明晰で知識が豊富、その上情報通でもある。どれも長い時間をかけて培っていかなければならないものです。長いこと話を聞いているだけで少し退屈だったんじゃない。商売に興味を持つようになったかしら。
それはあなたに才能があり、理解力も高かったからよ。もしモラに困ったら、何か商売に挑戦してみるといいわ。それでは、私はこれで失礼します。今回の昼食会は、私にとって非常に有意義な時間でした。何か新しいことに挑戦してみたくなり、うずうずしています。ええ、さようなら。近いうちに、あなたから良い知らせを聞けることを願っているわ。昼食会はこれで終了ね。次の予定が入っているとは思うけど、やはり競売の方が少し心配だわ。3人ともうまくやっているかしら。そうね、万が一のことがあっても彼女たちの能力なら問題なく対処できるはずだわ。さて、次の予定は何かしら。ああ、その件ね。確かにしばらく会っていなかったわ。では、まず明星祭に行きましょう。情報提供者と会う前に用意しておくものがあるの。視界が開けたわね。失礼。依頼していた修理品はもうできているかしら。これは行幸様、あれのことですね。今お持ちいたします。ええ、焦らなくていいから気をつけてね。そうとも言えるけど少し違うわね。あなたのイメージでは、明星祭が扱う品の大半は多種多様な高級品って感じかしら。ここの職人たちはとても優秀でね。何かを作ってもらうとき、私はいつも彼らに連絡することにしているの。今回の修理品は価値という観点から言えばごく平凡なものよ。けど修理代がその価値を上回っているの。行幸様、修理していた櫛はこちらになります。ご確認ください。元の状態に戻そうと最善を尽くしましたが、破損状況がひどく、どうしても修理の跡が残ってしまいました。ええ、大丈夫よ、ご苦労様。でも私の情報提供者にとっては違うわ。これは母親との思い出が詰まった大切な品なの。彼らはいつも私に重要な情報を与えてくれる。だから何かを頼まれた時、私はそれに全力で応えなければならないと思っているの。私たちにとって利益よりもお互いの信頼関係の方が大切だからそう考えるのも当然ね。確かにほとんどの場合においてモラだけで問題は解決できるけど、この情報提供者たちは少し特殊なの。そういった人たちにとってモラは万能なものではなくなる。だからこそ彼らと会うのが楽しみでもあるわ。正規、修理してくれて感謝するわ。とても助かった。いえいえ、行幸様のお役に立つことができて光栄です。さて、行きましょう。その情報提供者のもとへ。行幸お姉さん。行幸お姉さん、こんにちは。ええ、こんにちは。久しぶりね。そうよ、この子たちは私の頼りになる助っ人であり、かけがえのない友人なの。最初は情報収集をお願いするつもりなんてなかったわ。
けれど彼らがあまりにも積極的だったから、遊んであげる感覚で一度お願いしてみたの。するとこの子たちは仕事を完璧にこなすだけでなく、それを楽しんでさえいた。彼らにとっても私にとってもとても有益なことだったの。みんな最近はどんな風に過ごしていたのかしら。毎日楽しいことばっかりだよ。パパとママがいろんなところに連れてってくれるんだ。でも宿題は全然やってないよね。それは仕方ないというか。それじゃあダメだよ。リーユエコーには新しい時代がやってくるって先生が言ってたでしょ。それにその新しい時代にとって私たちは最も重要だって言ってた。これもあの戦いが深く関係していることね。何しろこの劇的な変化は千年の歴史においても前例がないものよ。人の時代となった今、誰もがこの好機をつかみたいと思っているわ。ナンナンはどう？なんだか少し不機嫌みたいね。ずっとだんまりしているけれど。私は、その、何を話したらいいのかわからなくて。そうだ、行幸お姉さん。おととい、大きな船が何隻も港に入ってきたよ。そうそう、商人たちが船の下に集まってあれこれ騒いでた。それと船に乗ってる人たちが箱を一つずつ下ろしてた。なんだか塩辛くて生臭い匂いがしたよ。そう、わかったわ。遠洋漁船が戻ってきたのね。積載量はどうだったかしら。どうやって見るかは教えたわよね。あ、うん、覚えてるよ。喫水線だっけ。船と水面が接しているところに書かれてる線を見るんだよね。あの船の沈み具合からして多分荷を限界まで積んでたと思う。なるほど、収穫は上々だったみたいね。船が重ければ重いほど船体は沈むでしょ。水にどれくらい沈んでいるかを見れば船が積んでいる荷の量を推測することができるの。もちろんどのくらいの深さまで沈んだら満載なのかは船によって異なってくるわ。でも一般的な船であれば経験を積むことで判断することが可能よ。この前お姉さんに教えてもらったんだけど、今はパッと一目見ただけでわかるようになったんだ。数日前、フォンテーヌの大商人が発酵水を近々買い取りに来るって話をこの辺りでよく聞いたよ。そうなったらまた値段が上がるって言ってた。なるほど、本当かしら。誰が言ってたか覚えているかしら。覚えてない。じゃあその人が言ったことを他にも何か覚えてる？それも覚えてない。ごめんなさい。おい、大丈夫か。いつもは一番よく喋るのに今日はどうしたんだよ。大丈夫よ、そんな顔しないで。そうだ、あなたに喜んでもらえるものを用意したの。あ、私の櫛。陽子お姉さん、覚えててくれたの？もちろんよ。約束したことは必ず守るわ。ありがとう、陽子お姉さん。とっても嬉しい。大したことじゃないわ。そう気にしなくて大丈夫よ。でもあの人たちが言ってたんだ。陽子お姉さんはすごく忙しいからそんなただの櫛なんか覚えてないって。あの人？大丈夫よ。何か話していないことがあるのなら教えてくれないかしら。うん、行幸お姉さんならきっと責めたりしないよ。ごめんなさい。実はさっき嘘をついたの。発酵水の話はたまたま聞いたわけじゃなくて、二人の大人に
そう言えって言われたの。教皇お姉さんに嘘はつけないって言ったら、櫛のことはもう忘れてるって言われて、私その言葉を信じちゃって、あの人たち新しい櫛まで買ってくれたの。私ごめんなさい、すぐ櫛を返しに行くから。どんなにいい櫛でも教皇お姉さんが直してくれたこの櫛にはかなわないもん。この櫛はあなたのお母様がリーユエコーを離れる前にくれた大切な誕生日の贈り物なのよね。あなたにとってどれほど大切なものか私も知っているわ。うん、そうだよ。これからはもっと気をつけるね。ママが帰ってきた時櫛が折れてたらきっと悲しむだろうから。それにしても面白くなってきたわね。じゃあこうしましょう。この櫛は私が返すから、彼らが今どこにいるのか教えてくれないかしら。その人たちなら不当にいるはずだよ。終わったらそこへ行って報告するよう言われたから。わかったわ。すぐに戻ってくるから、ここでじっとしているのよ。教皇お姉さんは悪いやつをお仕置きしに行くの？興味本位で見に来ちゃダメよ。決してついてこないようにね。私はただその二人の大人にお説教をしてくるだけ。やっていいこととやってはいけないことの道理をね。もっと早く教えてくれてれば、その人たちの言ったことが嘘だってすぐ見抜けたのに。そうよ、私たち三人揃えばすっごいんだから。うん、ありがとう。このお客さんは明日の夜に宴の席を2つ予約してて、あのお客さんは宅配の注文を。わ、来てくれたんだ。怪盗祭楽しんでる？あの子のこと気にかけてくれてありがとう。かまどもずっと熱々でグオパーも喜んでるよ。万民堂の味が恋しくなったらいつでも私に言ってね。どんなに忙しくてもあなたと一緒に過ごす時間は空けておくから。さすが EU 人。バレたりしないだろうか。正直これも卑劣なやり方だと思うが。はあ、そんなのは分かってる。だがもう仕方がないんだ。今は何も考えるな。ナンナンは行幸が信頼している情報提供者の一人だ。聞けば行幸はあの子に対してとても優しく接してるらしい。あの子の言葉なら多少理屈が通ってなくても疑われることはない。私とあの子たちのことを甘く見ないでもらえるかしら。行幸様。あの櫛がナンナンにとってどれほど大切なものかあなたは知っているのよね。それなのにナンナンの気持ちを利用した、子供に誤ったことを教え、その無垢な心を揺さぶるなんて行為、恥ずかしいと思わないの？俺はなんてこと。申し訳ございません、行幸様。そのような行為は許されることではありませんでした。商売とはもともと騙し合いでもあるわ。もし本当に情報を利用して私を出し抜こうとしていたのなら、たとえ損をしていても私は何も言わないけれど、モラは全てを凌駕する存在というわけではないわ。モラを儲けるために子供を利用するなんて、どれほどの悪影響を及ぼすのか分かっているのかしら。その、実は
俺たちもやむを得なかったんです。俺たち二人は長年商売をしてきたのですが、なかなか軌道に乗ることができませんでした。今回発行水の話を耳にし、全財産を投じてかけてみることにしたんです。そして俺たちは発行水を大量に仕入れました。その値段がどんどん上がっていくのを見て、今度こそ大儲けできると思ったんです。でもフォンテーヌの商人はなかなか現れず、さらにはこの投資は詐欺なんじゃないかと疑う人さえ増えていく始末。私たちと同じように商品を仕入れ売ろうとした者はみんな手を引いていきました。ですが私たちはさばききれない量の在庫を抱えてしまい。はい、行子様が手を出せば必ず他の商人たちもそれに倣い、価格も自然と上がると。商品が売れなければ俺たちは確実に大損をします。しかもこのために借りたモーラも返せず、首も回らなくなる。もうどうしようもないんです。正直、借金をしてまで投資をするなんて同情するに値しないわ。でも誰もが理性を完璧に保ったまま判断を下せるわけじゃないわ。物欲や富の追求、現実への焦りなど、人を惑わせるものがあまたある。投資がいかに深刻な状況をもたらすのか、これで分かったかしら。もちろんです。この件のせいでもう何日も眠れていないほどですから。人に頼んで買ってもらおうともしましたが、バカにされた挙句笑われました。私たちは間違ったんです。完全に失敗しました。これまで一生懸命働いてきましたが、その積み重ねも全て無駄になってしまった。今はただ過ちを認め、やり直す機会が欲しいだけです。そうなら、こうしましょう。私がそれらの発行水を買い取るわ。その代わり、あなたたちには私とある契約を結んでもらう。今回あなたたちの発行水を購入するにあたり、過去の市場の平均価格と比較して上回っている分を今後何らかの商売で返してもらうわ。しかしそれでは利益が全く。なら、あなたを満足させてくれる買い手を探すことね。こんな状況でもまだ儲けを得ようと考えていたら誰も助けてくれないわよ。行幸様のおっしゃる通りです。今はこれをモラに変えて、返済については後で考えればいい。儲けのことを考えてる場合じゃない。ああそうだな。私には必要のないものだけど、ちょっと調べて適切に運用すれば必ず需要が巡ってくるわ。じゃあすぐにでも取引をしましょう。そう焦らないで。取引はあくまでもおまけ。過ちを認めることこそが今回最も重要なことよ。あなたたちは子供を騙した。あの子たちにきちんと謝罪なさい。今すぐに。これはあなたたちの誠意を示し、過ちを改める機会でもあるわ。わかりました。では先ほどの場所に戻ってあの子たちを探しましょう。お待たせ。すべて解決したわ。おじさんたち、この間の。ごめんな、なんなん。この前、行幸様が櫛を直してくれないって言ったのは、嘘なんだ。俺たちは間違ったことをしていた。それに気づいて、今は深く反省もしている。おじさんを、どうか許してくれないか。行幸お姉さんはどう思う？これはあなた自身が決めるのよ。じゃあ
問題も解決したし、悪いことも起こらなかった。許してあげてもいいと思うけど、このままチャラにするのもダメだよな。他の人から甘く見られちゃいそうだし。そうね、私も他の人がまたあなたたちを狙うようなことにはなってほしくないわ。決めた。ああ。この二人のおじさんには遊びに付き合ってもらおう。え？やったー、鬼が決まったな。いいねいいね、早く北ふ頭でかくれんぼしようよ。ちょっと待て。いや、待たない、行こう。元気いっぱいね。ええ、確かにあの二人に子供を預けるのは私も少し心配だわ。あなたの考えを当ててみましょうか。子供を情報提供者にしている私と、子供を利用したあの二人の商人、両者の行動に何の違いもないと思っているんでしょ。初めてあの子たちと会った時、今とは全く違っていたわ。私を見るなり逃げ出して、震えて声も出なかったの。けれどあの子たちは後になって、私がただ友人になりたいだけだということを理解したわ。私も年上の友人が担うべき役割を果たすことに最善を尽くしたの。あの子たちと遊ぶだけでなく、知識や観察力、分析力、考え方なども教えた。ただ商売については今まで一度も話さなかったけどね。今、勉強面でも生活面でも彼らは同年代の子よりはるかに成熟しているわ。その結果、自信にもつながっているようね。これはあの子たちにとっても有益なことだと思っているね。ある意味そうとも言えるかもしれないわね。私は子供の頃、あまりいい教育を受ける機会がなかったの。だから自分が得た経験を教育という形で伝えていきたいと思っているのよ。将来この世界には等価交換だけでなく欺き合いもあるのだとあの子たちは知るかもしれない。でもそれでも構わないわ。その時にはあの子たちはきっと卓越した商人になっているから、それまでは私があの子たちを守る。私はいずれ老い、七星も次の世代に引き継がれていく。だけど、リーウェ校は変わることなく繁栄し続けていくわ。行校という名は、私という人間を表すのでなく、一種の象徴として生き続けることを願っているの。そうやって、代々伝承されていけば、私の考えや行動も時代の流れという制約を超えていくことができる。行幸お姉さん、早く早く。じゃないと置いてっちゃうよ。今行くわ。さあ行きましょう。この素晴らしい光景が過ぎ去ってしまう前に。
ごめんなさい、お待たせしてしまったわね。いえいえ、とんでもございません。行幸様は毎日膨大な量の仕事をされております。わざわざ時間を割いていただいただけでも非常にありがたいことです。ではお互い遠慮せず、もっと自然に話しましょう。こちらは旅人、彼の名は聞いたことがあるわよね。今日ちょうど彼がリーウェコーに来ていたから一緒に来るよう誘ったの。彼と食事しながら会話するのもとても貴重な機会だと思うわよ。彼も同席させて構わないかしら。もちろん歓迎いたします。むしろ思いがけない幸運です。まさかあの有名な旅人さんがいらっしゃるとは。かねてよりずっとあなたのご活躍に興味。私はラコ。そこで噂。もちろんお二方ともそういった噂。行幸様の行動には何千万人。お二方の関係が特別でない限り面白い。この旅人、またもちろん旅人と彼女のせい。投資というのは。いいえ、他の。しかしフォンテ。本当にもうそれに先じだから。なるほど。私の考え、未来とは非常に。あなたもそう思いますか。はい、わかり。ひとまず行幸様、本日は貴重なお時間を割いていた。ええ。なぜ行幸。頭脳明晰で知識が豊富。その長いこと話を聞いているだけで少し体育商売に興味を持つようになったかしら。あら、私の競争相手になりたいようね。あなたが相手になるなら私も注意しないと。そうだ、こうしましょう。あなたが成長するまで私があなたに投資するわ。それでは私はこれで失礼します。今回の昼食会は私にとって非常に有意義な時間でした。何か。ええ、さようなら。近いうちにあなたから良い知らせを聞けることを願っているわ。昼食会はこれで終了ね。次の予定が入っているとは思うけど、やはり競売の方が少し心配だわ。三人ともうまくやっているかしら。そうね、今日の競売の参加者たちは一筋縄ではいかない相手よ。彼女たちがいくら経験豊富とはいえ少し心配だわ。競売場に行ってみましょう。場所は玉境だよ。それ。早く。よっ。よいしょ。特に魅力的なものは見当たらないようですが、行幸様もそれはよく理解しているはず。ならきっと何か考えがあるのかもしれません。モラは十分に用意したか。行幸様の競売は落札すればするほど儲かるものだからな。行幸様のものですから価値は保証されているも同然。それなら多少値が張っても仕方はないはず。行幸様、どうしてこちらへ。ちょっと心配だったから様子を見に来たの。もうすぐで準備が整います。客人も続々と集まっているので予定通りに開催ができそうです。そう、わかったわ。競売の進行役は私に任せて。え、行幸様が自ら。そうよ、何かあれば私が直々に対応するから。では会場のことは行幸様にお任せします。
会場の外のことは全て私たちにお任せください。あなたは競売に参加したことあるかしら。じゃあ今回参加してみない？もちろん入札しなくてもいいわ。雰囲気だけでも感じてみてちょうだい。ええ、なら競売が始まるまで辺りを見て回るといいわ。気になるものがあるかどうか確かめるためにね。そろそろ時間ね。では始めましょう。好きな場所に座ってちょうだい。あら、何かしら。それはあらゆる情報をもとにあなたが判断してみてちょうだい。それも競売の醍醐味なの。自分の心が許容できる限りどんどん値を上げていけばいい。そしてその値が自分にとって受け入れられないものであれば他人に譲るしかない。もっとも公平な価格とはならないかもしれないけれど、その価値を最も認めるものを確実に選び抜くことができるわ。ええ、楽しんでちょうだい。はじめの品は私が大切にしている茶碗よ。まずは1万モラから開始するわ。2万で。3万。5万。8万。8万だ。じゃあ私は10万です。12万。邪魔が多いな。15万。これでどうだ。15万。他はどうかしら。17万。18万。18万。これ以上の方はいないかしら。では18万で落札。これで俺のものだ。それじゃ次の品を紹介するわ。ずっと夢中になっていたようだけど何も手に入らなかったようね。残念だわ。当然よ。私は最初から何かを売るためにここに来たわけじゃないからね。あなたは今、あんなにも普通なものがどうして高値で売れたのか、不思議に思っているんじゃない？気になるのなら、競り落とした人に直接聞いてみなさい。きっと納得のいく答えが、彼らから返ってくると思うわ。はあ、全然落札できませんでした。まったく運が悪すぎます。それに皆さん実に手慣れていました。あんなにも競争が激しいなんて。仕方ありません。
また次の機会に挑戦することにしましょう。いつか必ず運が味方してくれると信じています。今回かなりの額を投じてしまったが、最終的には満足のいく結果を得られたな。あの行幸様から買ったものだ。不当な値のはずがない。俺のように行幸様を信じる買い手は大勢いる。俺がどれだけ稼げるかは、その熱狂的な信者がどれほどいるかにかかってるんだ。え？どうしてあんな高値で買ったのかですか？決まってるじゃないですか。これらはすべて行幸様のものなんですよ。確かに品自体はありふれたものに見えますが、それは私に見る目がなく知識が不足しているからでしょう。とりあえず買っておき、それから鑑定してくれる人を見つければあっという間にお金持ちになれますよ。理由は分かったかしら？ええ、参加者の誰もがこれら商品にあまり市場価値がないことを見抜いているわ。けれどそれでも高い値を提示した。この価値を信じる理由は本当に私への信頼から来るものかしら？もう少し待てば分かるわ。きっと今回最もモラを使った人が最初に気づいてここに来るはずよ。私を盲信する人を利用してちょっとしたモラを稼ぐだけなら、競売を開くよりもっと簡単な方法がいくらでもあるわ。実はね、この競売の参加者はすべてある情報に基づいて私が選出したの。行幸様、本日競売にかけられていた品ですが、何かおかしいような気がしまして。ありえないこととは存じますが、無礼を承知でお聞きいたします。天珠園様、このような競売でまさか偽物を売ったりしていませんよね？偽物？模倣する対象もないのにどう偽物だと判断するのかしら？あれらは普通の品よ。それに誰かに脅されたり誘導されたりしたわけでもなく、みな自発的に入札していたわ。それは行幸様を信じているからです。行幸様がモラを愛していることは誰もが知っています。しかし同時に、私たちは行幸様が決して不正行為により人を騙す方ではないと信じているんです。あなた、とても危うい言葉を放った自覚はあるかしら？もし証拠を出すことができなければ、名誉毀損であなたを訴えることだってできるのよ。競売の商品や全体の流れに不満があるのなら、それを明確にしてきなさい。それは、はあ、理屈の上では確かに何の問題もないので、私も損を認めざるを得ません。ただ本日の競売のことが知れ渡れば、行幸様があまりにも狡猾な方だというのが広まるはずです。今後誰もあなたと取引をすることはなくなるでしょう。果たしてそれは行幸様にとって本当に利益になることなのでしょうか？じゃあ私も聞くわ。あなたは私への信頼から高額のモラを支払ったと言ったけれど、本当にそうかしら？それ以外に何があると？それはあなたが今私の軍玉閣にある貴重な収蔵品を密かに保管しているからではなくて？軍玉閣が落ちた時、無数の収蔵品が海に沈んでしまった。その後私は回収作業を手配したけれど、それでも多くの品が失われたままになったわ。でもその多くが目に見えない形でリーウェイ港へと戻ってきて、
商人の手を幾度も行き交い、あなたの手へと渡った。まさか。そう。今日の参加者は全員、私の失われた収蔵品を持っている。言い換えれば、私の品で甘い汁を吸ったことがあるからこそ、またもいい思いができると確信していた。さて、それでも高額であれらの品を購入したのは欲に駆られた結果ではなく、信頼によるものだと言えるかしら。この競売は収蔵品を取り戻すためだけに開催したの。他には何の目的もないわ。もし収蔵品を素直に返すというのなら、あなたが競売で使ったモラも全額返金する。わかりました。お返ししますよ。やはりあなたは実に手ごわい方だ。今すぐ取ってきますのでお待ちください。決して褒められた態度ではなかったけれど、協力してくれたからよしとしましょう。海から回収された品々は幾度も転売され、状況もそれぞれ異なっている。だから所有権が誰にあるのか、それを判断するのが非常に困難なの。ヘンヒも私の主張を支持するのは難しいと言っていた。私の性格上、もう一度それらを買い取ってモラを騙し取られるなんていうのもごめんだわ。そこで実際に探りを入れてみると、やはり協力してくれない人の方が多かった。だから競売を利用して手っ取り早く解決することにしたのよ。自分のものを取り戻したいと思うのは人間として当然のことでしょ。それに実はもう一つ理由があるの。少し稚拙な考えかもしれないから誰にも話していないのだけれど、あなたはどうして軍局閣でオセルを撃退できたと思う？ええ、内部に含んだエネルギーと自身の重さによってよ。その重さによりブレることなくオセルの芯を捉えることができた。そしてエネルギーが含まれていたからこそ、あのまばゆい爆発を引き起こした。壁や梁、大小さまざまな装飾品、軍玉閣のすべてがその時重さに変わったわ。でもそれらは最終的に商人たちの欲を満たすためのものとなってしまった。それを思うたび心が落ち着かなくなるの。ね、理解してくれてありがとう。ちょうど品が届いたからあなたにも紹介するわね。歴史はこの文化的な遺物にまばゆい光を凝縮させた。それが今また新たな時代に合わせて意味を持つようになったの。安全に気をつけてくれよ。